ちょっと言ってもまあ、ぶつかすんですよね。さあ、ということで、お茶がね、どんどん進んでいくので、岡田さん、これ岡田さんがいろいろ課題を見せてほしいと、いう雰囲気しております。さあ、もういろいろこの目の前のコースを、ね、はい、目の前のコースを、はい、まあ、まずは、徐々に、徐々にね、徐々に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 、さあ、皆さん拍手を集めてますよ。拍手ですよ、拍手お願いします。さあ、さらにさらに今度ね、声が上がってまいります。大丈夫、さらに川村浩二もジャンプ。さあ、そして例えばこの状態で、状態でスロープが降りずに向きを変えて、ちょっと降りました今。大丈夫？この情報いる？さあ、皆さんお願いします。さあ、さらに川村浩二もここから一気に、さあ、オリンピックのままイエーイ。今、良かったこと、いつか喋ってないかな、喋ってるぞ、今だったらフリーだけど、トライアルショーだから失格でーす。もう大先輩言ってました。さあ、この状態でこっちに降りたいと。いや、コース取ったんです。いける？いけるやな、こっちから。おー、もう途中で、はい、もう武器を変えない。いやでもこれ本当難しいんですよ。今日はね、風が少しあるからね、はい、非常に高いけど、内野の話しかないから、うん、そう、いや結構本当集中しないと、そう、集中しないと。じゃあちょっと、行きます。さあ行こう。さあ行けるかな。さあ、頑張って。あ、まずは入りたい、まずは入りたいよ。そう、本来ね、こう、ちょっと待って、マイクの免許を持ってる方っていうのは分かると思うんだけど、一本橋教習所の、はい、だからこれの2倍ぐらい幅があるんでね、もうこれはそれの大体今の iPhone くらいの大きさしかないのかなっていうところを今から、はい、さあ、じゃあ、安全に行きます、今日は。はい、安全に行きましょう、今日。さあ、まずガードをついて、そこでこうして前向いてピースして、シャッターチャンス、しっかり前見てタイヤが乗ってるのを確認してから、どうする、落とす、ちょっと待って、あーあーあー、運動、ありがとうございます、こうして運動。はい、ちょっと全部見えるから。さあ、ピンクの素晴らしい音も、素晴らしい音も見せた。はい、でも先ね、これから同じやつやったので。さあ、まず、安定感が違いますよね。から、じゃあ、こっから違いをね、バックが、まさかの、さあ、バック、バックですよ。ちょっと後ろ見て、後ろ見て、後ろ見てて何を、どう、これでもね